はい、どうも、鳥ちゃんです。撮れてんのかな。鳥ちゃんです。なんと今回は鳥越軍団始動です。鳥越毎回あるんです。ローン組んで会いました。まあ一応健介も誘ったんですけど、たまたま雄太郎と行くみるタイミングが合い、僕の運転であいつら行くんですけども、まあ雄太郎とどこ行くか相談したんですけども、行くみにはまだ何も言ってません。おかしいね。一応先輩やで。二人とも遅刻です。二人とも遅刻しやがってます。健介軍団ダメっすね。遅刻するかね。考えられませんね。ひょったわあいつら。おい貴様ら、しっかりと遅刻しやがって。遅いようじゃないねん。すいません。お前ら、電車はしょうがない。いやほんまにもう電車にプンプンしましたもん。いやほんとにお前らにプンプンしてるぞ俺。え、置くとこないのこれ。あるって。うるさいなぁ。探せや。お、ちょうどいい。うるせぇ。行きましょう。行くで。レッツゴー。で、行く身には言うてへんからな、場所。え、うんますよ、うん。とりあえず、ダウンと御朱印帳だけ持ってこい。いいとこ、めちゃくちゃ寒いとこ行くね。行く身の黒で全然見えないとこ。マスクが黒やからより白にせよ、もう。でも何種類かマスク持ってきたの。もう、白にしよう。マジで今回の旅はもうやりたい放題で、言うたら自分らの好きなように。まあ確かにね、2泊だから時間もあるし、だって普通に旅行行こうとして取ったらええんちゃう、うん、うん、の流れやからな。マジでそう。結構じゃん、9割旅行っすよね。いやそうそうそう、ただカメラがあるだけ。そうそうそう。健介君これ言ってること知ってます？知らん知らんと思う。後で電話しましょうよ。確かに。いやでも絶対超嫉妬しますよ。です。一発アクティビティ入れてます。え、俺はやりたかったやつ。おー、あ、でも僕行きたいとこあるわ。バンジー。バンジージャンプ。さっきの。いい、いい、そんな。あの、長野に、あ、企画、企画とか聞いてるぞ。これ、アホちゃうやん。あるかな。あ、あるかな。あの、イクミの天然でも今のは気づくで。うん。ちょっと予想してたぐらいの場所だったよな。楽しみ終わってた。イクミのハラハラドキドキ、どこなんやろうし。ダメだわ。イクミくんは普段行くんですか、旅行とか。あんま行かんな。言うても箱根とか日帰りっすね、大体。最後に泊まったのは北海道ベトナム行った時。あれいいですか。これすごいよな。箱根からのベトナムってお前ハードル高すぎ。それは完全にあなたの番ですで興味持ってってことなんですか。そうそう、興味持って、たまたま、うん、お母さんの知り合いがゴルフのホールインワン賞でベトナム旅行で一人分一人分っていうのあったらしくて、一人でベトナムなんか行かんから言うて、うん、ありすぐそのお宅のベトナム人役やってませんみたいな。お前さすが運持ちすぎやって。無料でやば、旅行費は無料でしてた。イクミもう影の中の住人みたいな。俺一応本にも書いたんですけどね。いや、しようにせ、その微妙なさ限界の明るさでした。俺、買っとか。いいですか、多めに。それはでも、韓国のやつじゃないですか。うん、これが一番いいわ、芝居するのに。韓国行きたいっす。ね、おい、今から長野行くの韓国言うな。言わないで、長野って。お前が言ったやろ今。カットすればもう何も言ってないから。長野行くんすか。お前変な編集手作んな。やめてよ。お前らめんどくさい。やっぱ眉なんやろ。怖っ。さすがに怖くない、マスクで。いや、まあ人相はやっぱりセンター分けでよう避けられたわ。怖いわ。あ、そうや、今さ、後ろにさ、紙袋、何あります。中出して。支給品です。何、やば、激アツ。あー、あれか。1人2個言ってたやつだ。1人2個2泊3日あったら取るやろ。1泊1枚か。え、激アツっすね。ちょっと映るんですのスポンサーください。僕ほんまにずっと使ってるんで。あー、最高や。あ、談合坂どうでもいいっすよ。談合坂も結構いっぱいある。そうな。ねえ、ちょっとお腹空きました。何食べる？何食べる？何がいいの？何選ぶんやと思う？でも誰？これからラーメンじゃないですか。俺もラーメンやと思う。今うの見てんの。あ、戻ってきた。戻ってないな。スケキンド。おお、すき焼きうどんだ。今珍しく雄太郎が優しさを水を取ってきてくれてます。まさか持ってくるとは思わんかったけど、お前にそんな優しさがあったとはな。23ですから。ありがとうございます。いただきましょう。トリスも食べてますわ。
まあいいですね。寒い日のあったかい麺類最高です。もう今長野県入ったからな。そう長野来ましたね。ホテルに向かいます。どんなホテルやろね。それ知らんやろ。はい、今日は多分その泊まるとこをメインに。あ、なるほど。組を初めてと思う。多分これは楽しみ。あ、健介くんがうわーって言ってる。あ、健介くん気づいた。後で電話しよう。電話しましょう。夜やろな。ほら、もうだってすごいもん。すごい、霧がやばいし、ちょっと雨降ってきたし。なんで？レンジすんな。うわやば。僕ら今、いざなわれてるわ。すごいわ。オットトヌシ出てくるやん。マジ出てくるよ、これ。およそ300メートル先、左側が目的地周辺です。え、この敷地？左側が目的地周辺です。え、どこ？施設ショッピングセンター。なんかやばそうやで。おお、これどれ？あれあれ？これやばやばキャンパーや、今日。え、あ、こう？やばいっすね。どうなってんの、あの中が。行きましょう。え？え？嘘でしょ？どうなってるの？俺もわからんの。どうなってるの？これ。ん？あ、今ちょっと取れるぞ。やば。おはようございます。バーベキューできるやん。うわぁ。え、やば。おもろいな。見た、なんかもう。え、案内しましょう、みんな。案内しよう。やばやば、行きましょう。こちらへ。じゃあ、この森を入れて。あ、すごーい。お邪魔しまーす。すごーい。これね、ここやば、こたつつけよう、こたつ。やばこたつやば。ちょっとイメージしてたのと全く違いましたわ。テント、グランピングってやつですね。グランピングよ。ドーム型で。やば、あったか、こたつ。みんなあったかく寝れそう。うん、ほら、蚊がいる。蚊がいる、イケビケの目の前。あれ、どこ行った。あ、おったわ、やっぱ蚊おるな。ほら、絶対おる。あー、いるいるいる、イケビケの子いる、やばいやばい、うわあ。立たれへんねん。あーって消えちゃった。てか、ケンスケくんだ。ケンスケくんだ。魂飛ばしてきた。飛ばしてきて、あいつやらなあかんな。やばいっすね。猫川ツアーとかも行ったのに。何それ。一人旅の人がいっぱいおる。あー、まあでもそうでしょうね。すごい。この人のやつめっちゃ見てましたね。